宇城和樹です。今日は可愛い帽子に似合う可愛い三つ編みのやり方をご紹介しようと思います。これから秋に向けてベレー帽とかいろんな帽子をかぶる機会が増えると思うんですけれども、こういう帽子に似合う三つ編みをご紹介しようと思います。髪の毛をまず2つに分けます。髪の毛の一番上と根元の部分、首の後ろの真ん中を取って、まっすぐと髪の毛をまっすぐと指を下ろしていきます。はい、これで髪の毛を2つに割りました。まず三つ編みを作っていきます。髪の毛を3つに分けて、これを内側に持っていく作業を繰り返します。この時少し三つ編みはきつめに編むのがおすすめです。ちょっと力を加えながらしっかりと三つ編みを作っていきます。はい、ヘアゴムでここを結びます。こちら側も同じように作っていきます。はい、そして今からですね、こちらの三つ編みをここに持っていきます。リボンがここで見えるようにしっかりとこちらの面を向けながら、でこの先っぽをですねしっかりとヘアピンで留めます。ヘアピンの留め方なんですけど、指を入れてここの間を挟みます。これで今開いてる状態なので、ここを留めます。リボンの向きを少し調整します。こちらも同じようにします。この時に高さが同じようになるようにしましょう。はい、これで三つ編みが丸くお団子状になりました。横から見るとこんな感じです。はい、で帽子をかぶります。この位置が少し高すぎるとですね、帽子の下にリボンが隠れてしまうので、できるだけちょっと下の方にリボンを作りましょう。ベレー帽やいろんな帽子でも可愛いと思います。それでは私のおすすめのお洋服をご紹介します。こちらのお洋服はおリボンがすごくたくさんついていて、ここにもたくさんついております。ジャンパースカートの中身はブラウスを着ております。後ろ姿はこんな感じです。すごく秋らしくて可愛いので着やすいと思います。でこちら同じ柄のおリボンもあります。裾まですごく可愛い感じになってます。とてもお気に入りです。それではご覧いただきましてありがとうございました。他にもたくさん動画がございますので、よろしければご覧ください。そしてチャンネル登録、コメントなどよろしければお願いいたします。それではありがとうございました。宇城和樹でした。またねー。